はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。モンスターハンタークロス体験版ということで、じゃあ第2回目をやっていきましょう。まあ、今回はホロロホルル、まあ、中級者向けということで、で使う武器は体験で、気になっているスタイルのエリアルでやりたいと思います。で1回ロケハンはもうすでに終了してるんで、まあ、大体どんな感じなのかなっていうのは、掴んできたので、まあ、自分の感想を交えながら、なんかこんな感じだよっていうのをお伝えできればと思います。で、まあ、ちょっと体験に限ってなんですけど、てか体験しかやってないんで、武器出し攻撃がもういきなりジャンプ攻撃ですね。で回避がなんかこう前転回避なんだけど、上にちょっとくるっていく。でこれがね、やっぱね癖があるんですよ、このくるってなる回転が。今までの回避と全然違うんで、形がこれにちょっと戸惑いますね。でやっぱり、ノリ専門なんで、このくるってなった時にモンスターを足場にしてジャンピング攻撃に、つなぐことができます。でまあ乗るとモンスターひるむんで、かなりダメージ稼げるかなとも思うんですけど、実は一つ最大の欠点があって、体験のためがないんですよ。ここでね、ためらんないんですよ。これでいつもだったら、こうやってギュインギュインギュインって言って、ボタン押しっぱなしにすると、ためられるんですけど、ためがないんで、ダメージ効率がかなり悪いですね。やっぱ体験は、ため攻撃を当てて、なんぼのものなんで、まあ、それができないとなると、ソロでね、エリアル使うっていうのは、ちょっとどうかなっていう感じはします。まあ、やっぱり、ノリ専門なだけであって、火力が抑えられてる。多分そういうコンセプトだと思います。他の武器も。じゃあちょっとまあ、そういうところを交えつつ、支給品ボックスからアイテムをかっさらって、まあちょっと討伐の方をやっていきましょう。で、このモンスター結構ね、状態異常にしてくるんで、新しく混乱みたいなのがありますね。混乱すると、スライドパッドの移動が逆になります。右押すと左行って、左押すと右行くみたいな。おりゃ！でこいつそう、バインドボイス持ってるんですよ。なんで怒った時とか、耳栓が欲しいですね。まあ、ガードすればいいんだけど、そんな暇もない。で、ちょっとこのくるってなった時に、ジャンピング攻撃つなげるやり方をちょっとやってみましょう。これ。これで、グッてなって、クッてやる。分かったかな今ので。これ、これ食らうとね、混乱しますね。ちょっと混乱したくないんで、でこれでクッてやってクッてで乗れると。でまあこれはいつも通りサク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 って怒ったら R ボタンを押してしがみついてサク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 と、おっとっとっと、久々に乗るとタイミングがつかめない。で体験は本当だったらここでタメさんを叩き込むんですけど、今回それができないんで、もうひたすらこういうやつですね今ギルド技みたいなのを使ったんですけど、やっぱりこのスタイルはもう最低でも2人っすね。まあ1人がノリを狙って、まあもう1人は火力を叩き込むと。いってー、おうおうおう、あれ食らうと眠ります。でまあ多分、おっとっとっと、普通のねジャンピング攻撃はあんまりね乗り地がたまらないですね。相当当てないと乗れないです、まあ、気軽に出せるっていうのはね武器出し攻撃なんでいいんですけど、おりゃこれはね当てんのが難しい。1回上に飛んじゃうんで結構モンスターからね距離が離れるんですよ。だからこれがね地形が合えば、今までの普通の段差を利用してのジャンピング攻撃が一番やりやすいですね。でそういう段差がないところは、まあエリアルのこういう回避を使って当てると。だから麻痺とかさせてもちょっとね体験微妙なんですよ、エリアルはね。
だから本当にノリを狙う、もうさっきから言ってるけどノリを狙う一択です。エリアルはこれね、こっち向いてね飛ばしてくるんですよ、あの光を。おーりゃおーりゃ、まああとは普通のちょっと戦いになるんですけど、ダメージ効率がそんなに良くないんで少し時間がかかるかな。おーりゃ、おーっと来たー、ガードできなかったな。おいた、おこ、こ、そう、これ混乱するとちょっと鬱陶しいんですけど、ニガムシで治りますね、支給品にあった、まあ、ニガムシなんて今までのモンハンで全く使わなかったけど危ない危ない危ない。後半混乱は意外に厄介です。自然治癒を狙うよりは、まあ、ニガムシ持ってればそれで速攻で直した方がいいですね。くらえ、ジャンピン。やっぱり2回目はそのノリ耐久度かなり上がってると思うんで、なかなか乗れないですね。エリアル1人だとちょっと1戦闘に2回はね多分乗れると思うんですけど、3回いけるかって言われるとちょっと怪しいですね。まあ、他の人たちと一緒にこの段差を利用して攻撃していけばまあ全然あれなんですけど、一人だとちょっとね。おっきゃ、この段差がほら結構当ててるんだけどまだ乗れないっていう。おりゃ、あ、来たーなんだかんだで乗れんな。3回いけるかな。サク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 、おっとと、サク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 、あ、これちょっとやばくないか、大丈夫か。もうある程度くれば強引に、おっとっとっと、獅子宿し、この獅子宿しって何なの。あ、攻撃力が上がるのかな。もうひたすらこれをやっていくしかないんで、体験は横振りと縦振り、横振りと縦振り、ためはできないと。で狙えるときにジャンピング攻撃を狙うと。これは大丈夫か、なんかやってくるかなって思ったけど、おーやー、せっかくじゃあシビレオナがあるんで使いますか。こいつ飛んでるけど地面に降りてこないかな。来い、こっちだよ、まあ、しびれさせたところでっていうのはあるけど、あー、あれでしびれないんだな、やっぱ完全地面に設置してないと。さあ来い、いや、これはちょっと難しいな。おーりゃ、こういう時もちょっと地道に稼いでいかないと。おーりゃ、獅子宿しって痛え、使った瞬間殴られたらメーターが一気になくなったひどい。結構早く溜まるからガンガン使ってった方がいいのかな。やっぱり必殺技みたいな感じになるとやっぱり一発当ててきたいですからね。おーりゃー、今疲れてるあいつ、ちょっとほいっと、今のは見やすかったですね。あんな感じになります。あ、今疲れてんな。これで、ほいっと、あ、これを狙っていくのがいいのかな、エリアルは。完全に手張ってんな。ジャンピング。
ボボボボリアン。当たったか今。シシイヤトシ。オーリアン。このまま行け。シシヤドシってでもすぐ2、3回攻撃しただけで終わっちゃうな。ほら、ほら、ほら。なんかね、強そうな感じではないんだけどな。なんか次の攻撃が強くなるっていう感じなのかな。おーりゃ。よーし、オッケー。まあ、多分ためが決まればもう少し早く終わったと思うんですけど、まあこれがエリアルのスタイルですね。ソロでやっていくにはちょっときついかなっていう。まあ他の武器では試してないんで、まああくまでも体験の感想なんですけどね。はい、というわけで今回は体験のエリアルを試してみました。またいろいろとやっていきたいので、今回はこれで終了したいと思います。